モンゴル柔道にあって日本柔道にないものとは。それを探るため小野はある人物のもとへ。おお、こんばんは。こんばんは。元気ですか？元気です。モンゴル初の世界選手権金メダリスト、サガーン・バータル。内団とともにモンゴルで人気を集める柔道家だ。おお、すごい。すごいすごいすごいです。並べ方がうまいね。すごいよ、ほらこれ。こういう風に並べんのね。オリンピックでは銅、世界選手権では金メダルを獲得。ちなみに彼の奥さんもオリンピックの銀メダリストだ。モンゴルでは来年からオリンピックのメダリストに対して国が賞金を与える制度が始まる。金メダルなら1億2000万トゥグル、日本円でおよそ780万円が支給されるという。さらにその後も毎月400万トゥグル、およそ26万円が生涯にわたって支給される。世界選手権などにも規定があり、選手をサポートするシステムが確立されようとしている。まさに柔道で人生が変わる。この日の夕食は茹でた牛肉、モンゴルの主食だ。おお、奥さんまだクッキン？クッキン？ね、クッキン。おお。て。うん。ホースミルク。ホースミルク。ホースミルク。乾杯。乾杯。え？モンゴル名物の馬乳酒。アルコール度数は低く酸味が強い。馬乳酒を飲めば柔道が強くなるぞ。本当ですか？リアリー？リアリー？ Yes。 うん、うん、ちょっと塩味が効いて美味しい。うまいね。うまいね。うまい。ここでようやく本題に。その体幹の強さはもういつも試合で見てるんで、ものすごいこの腰回りとか足腰の強さっていうのはもう分かるんですけど、それはあのなんで、どういうトレーニングをしてそういう風になったのか、もしくは何かこう小さい頃からこうなんか、まあ、モンゴル相撲を知ったのかとか、そのなんでその足腰の強さがあるのかっていう秘密をちょっとでもいいんで教えてほしいんですけど。確かに小さい頃からモンゴル相撲もやっていたよ。足腰が強くなったといえば、僕が田舎育ちだからというのがあるかもしれない。柔道の稽古に通うのに片道7キロも離れた道場まで走って通っていたからね。もちろん道着とかの荷物も持ってたし、暑い夏も寒い冬も毎日走ってね。結果的にそれが心肺機能を高めるのにとても役立ったと思っているよ。あとうちの実家は遊牧生活を送っていて、牛を10頭飼っていたんだ。小さい頃からその牛の乳搾りを毎朝5時に起きて手伝っていたし、午後に柔道の練習をして帰ってきてからも牛の世話をしていたんだ。だから僕の体の筋肉はトレーニングでつけたものではなくて、生活する中で身についたものなんだ。サガーン・バータルに限らず、モンゴルで結果を出している選手の多くは地方出身者だ。家畜を飼い馬に乗り、
ゲルと呼ばれる移動式住居を使った遊牧生活を送っている。この大自然の生活が足腰を鍛え柔道家の基礎となる体を育んできたのだ。日本柔道のいいところというか、こういうところすごいなって思うところと、弱いところに日本柔道のこういうふうにやったら日本人は勝てるよって思うところって何ですか？日本柔道のいいところはやっぱり技の切れ味が鋭いところかな。どの選手も組んだら一本取れる技を持っているのは素晴らしいと思うよ。ただもし弱点を挙げるとすれば、フィジカル面とメンタル面のそれぞれにあると思うよ。フィジカル的な弱点としては背中の筋力が弱いんじゃないかな。例えば奥襟や背中を取られた時に力が出せていないと思うんだ。メンタル面ではプレッシャーに弱い気がする。それに絶対勝ちたいという気迫があまり感じられないんだ。ありがとうございます。プレッシャー、そして背中の筋力、彼のアドバイスは日本柔道に必ず役立つはずだ。翌朝9時、山のふもとにモンゴル人選手たちが集まってきた。彼らはこれからどんなトレーニングを行おうというのか。今から山に登るんだよ。標高2000メートルの山頂まで走っていくトレーニングさ。上に登れば登るほど空気が薄くなってくるんだ。心肺機能を鍛えるのにもってこいのトレーニングだよ。ウランバートルの町が海抜1300メートル。ここから山頂までだと700メートルを登ることになる。気温はこの時点で氷点下20度。小野は選手たちより30分早くスタートしていた。空気が薄いためペースは上がらず息が乱れる。歩いて登ってたけどもすげえきついですね。試しに走ってみるものの、汗出るし、息もおかしくなるです。一気に体力の消耗が。絶対走って登るの嘘っすよ。登ってきたらどうします？だがその直後、本当に走ってる。このトレーニングは週に一度だけだが、歩いて1時間半かかるところを彼らは30分で登りきる。唖然とする斧を次々と抜いていくモンゴルの選手たち。女の子です。もちろん練習は登るだけではない。やれよ。おかしいんじゃない？何してんの？なんで雪塗ってんの？山頂の気温は氷点下30度。そんな中、小野の目に飛び込んできたのは上半身裸になり雪を塗りたくる選手たちの姿。ほてった体を雪で冷やしているのだという。山頂で行うのは全員揃っての腕立て伏せ。その数なんと400回。
続いて行うのはモンゴル相撲。遊んでいるように見えるが、これも立派なトレーニング。常に組み合うことで体幹が鍛えられていくのだ。走ってきてですよ、腕立てしてですよ、まあ、遊びとはいえ山に登ってくることも腕立てすることも楽しそう。全部がやらされてる感じってのは全くないですね、自分たちの中で。たくさんやりました。ガチぬるいな俺。ぬるいっすね。ハングリー精神だけでは片付けられないモンゴルの強さ、それを小野が今後の日本柔道に生かしてくれるに違いない。